はい、どうも小林隆史です。今日はですね、あのアニメで、鬼滅の刃っていうの知ってますか？アベレージでも結構何度か取り上げててね、とにかく人気だということで、Netflix で見れるんで、一通り見てみましたということでね、そのお話をしようかなと思ってるんですけど、あの久しぶりに少年ジャンプ、俺ね漫画からかなり遠ざかっていて、少年ジャンプ系ので連載されているものをね見たのすごい久しぶりだったんですよね。だからなんか懐かしい感じもあるんですよ。あ、ジャンプの世界に戻ってきたみたいな感じがあって、まあ楽しかったですけどね。単純に僕漫画を読まずにアニメを見たので、あ、その漫画を知らない俺っていうのを感じたこといっぱいありましたけど、例えばあの、主人公かまど炭治郎っていう名前とかね、そのいろんな名前出てくるんですけど、結構ねなんか難しい字書く難しい名前が多いの。鬼舞辻無惨とかです結構何言ってんのか分かんなくて名前なんだけど、単純にやっぱ漫画で見ると一回漢字なりなんないで文字でインプットするじゃない。だからあ、それで見た目でなんていうの、こうインプットが完了するんだけど、いきなり見てると急にその人の名前が飛び出すと、え、誰その人になるっていうのが、まあ、ありますけど、よくあのあれであるよね、あの外国の小説とか読んでて名前わかんなくなるとかあるじゃん。あれに近いものがね、アニメだとね急に出てくるようになりましたけど、あとあのアニメの表現ってやっぱりしばらく、僕アニメもそんなにずっと見てるわけじゃないけど、あのアニメの表現ってどんどん進化してるんだなっていうのをね改めてやっぱ感じますね。あのさ、アクションシーンとかなんかいろんな凝った演出、まあ、CG とかそういうのもね含めてなんだと思うんですけど、あ、こんなことできんのねみたいなことがいっぱいあって、それは結構衝撃的ですね、久しぶりにこういうものを見ると。で、昔のアニメってさ、もう俺らが子供の頃のアニメってさ、なんかもうすごくしょぼいっていうかさ、あの背景画とさ、そのペラペラって動かす絵のさ質の違いってのがあったじゃない。だからさ、例えば崖を登っててさ、で次に手をかけた岩がゴロンってなるとか、足かけた岩がゴロゴロってなるとするとさ、その明らかに次ゴロゴロってなる岩の色が違うから、あ、あれ触ったらゴロっていくなってわかるみたいな、そういうレベルのアニメを昔は僕ら見てたので、あー、なんかアニメってどんどん進化してる、すごいなってなんかね今更ながら思っちゃいましたでね、この舞台はなんて言ったんだ、架空の大正時代みたいな感じで、単純にその鬼というのがいると、鬼はねゾンビみたいにね人を食うんですけど、食われて血が入った人間がその鬼になっちゃうってことがあるんですよね。なのでだからその辺の設定はゾンビと似てるんですけどで、自分が主人公の炭治郎がその出稼ぎに行ってる間に村が襲われて、自分の家族がみんなやられちゃって、で息があった妹だけがなんとかなりそうなんで助けようとして、でその子禰豆子っていうのが人間と鬼の中間みたいな状態をキープするようになっているという、この二人の、まあ、お話なんですけど、だからね、なんつったらいいんだろう、そのこの漫画、まあ、ジャンプらしさでもあるのかもしれないですけど、熱いですね。熱いし、結構泣くときガンガン泣くし、あとね、俺は男だ、みたいな。この子を俺が守る、みたいな。そういう熱さ、みたいのがすごく、なんかこう、ストレートで、その辺がなんかね、懐かしさでもあるんですよね。でこういうのって久しぶりに見てるなって感覚があるのは、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと大きな話をするとポリティカルコレクトネスというか、まあその男、俺は男なんだとかを正面切って言うとかですね、女を守る男の俺がみたいなことっていうのがなんか言いづらくなった世の中だったりするじゃないですか。なんか女性の権利とかね、いやそれは全然いいんですけど、女性の権利拡大していくのは全然歓迎するんですけど、だけど一方でその建前と別に女を守りたいっていう男の人や男の人に尽くしたいっていう女の人が存在していることは俺は否定するべきじゃないと思うんですよ。だからそういうのを久しぶりに見て、あ、なんかそうそうみたいに思っちゃうところがあるっていうのは、なんかその
本音と建前じゃないですけど、どっちか一方じゃないよねとか思う部分があるからかもしれないななんて漫画と関係ない話で、思っちゃいましたね。うん。でも本当にそのストレートな情熱っていう意味で、なんか韓国映画みたいにそのストレートな泣くことを含めて表現がぐいぐい来るというのが印象的でした。あともう一個このアニメで一個特徴的というか最初の方の感じでよく感じたのは、日本でしょ、で大正時代だとするでしょ、そうとその割にそのなんていうの、人と人が具体的に触れ合うシーンみたいなのを結構印象的に描いてるんですよね。例えば手と手がこう触れ合うみたいなシーンだったり、その禰豆子がいろんな人にハグしに行くっていうようなこととか、結構これってその大正時代の日本って考えたら相当な違和感あると思うんだけど、でもそういう触れ合う、人と人が触れ合うってことの印象をかなりこうなんていうのかな、粒立てて描いてるっていう感じがして、その辺もなんか面白かったのかもしれないですよね。なんかこの先、まあ、これ多分お話全然途中なんで、そういうことがもう一つのテーマになっている作品なのかもしれないななんてぼんやり見ながら思っておりました。そんなわけで一通りね26話まで見たところですけど、まあ、続きが出たら見ようかななんて思っております。そんなわけで、鬼滅の刃のお話でした。バイバイ。はい、というわけで皆さん、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。小林隆史でした。